い、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画、久々ですが始めていきたいと思います。今回は、トップバリューの炭酸水です。イオンで78円というね、激安、通常価格78円というね、激安だったんですが、まあ、500ml のやつなんですけどね、これがですね、原材料が水と二酸化炭素のみということで、まあその他ナトリウムとかなんたらかんたらとかはね、一切入ってないし、それで78円という、まあね、激安だったんですが、これ実は他にもですね、ただの炭酸水だけじゃなくて、レモン味もあり、さらにグレープフルーツもあり、さらにピーチもあって、あと何があったんだっけな、結構5種類ぐらいあった気がする、味トップバリューのトップバリューの炭酸水とで見てみると、グレープフルーツ、レモン、ピーチ、ライムもあると。だがしかし、なんかね、よくわかんないんだけどね、サイトに書いてあるんですけど、7月1日発売の新しいやつが、同じやつで、なんか、値段がね、88円になって、10円アップしてるんですよ。これがよくわかんない。何なんでしょうか。ちょっとわかんない。ちょっとね、わかんないんですけど。なんかね、これは多分78円のやつなんですけど。88円のやつもあるらしい。まあいいや。とりあえず飲んでいきたいと思います。まあでも78円は嬉しいのと、あとね、いろいろフレーバーがあるのが、ね、ピーチとかもある。ピーチとかライムとかもあるっていうのは、なかなか、すごいですね。そして炭酸感も全く問題なく、非常に炭酸が強めの感じですけど。それじゃあいただきます。うん、やべえ、うめえ。うん、すごい炭酸も強めです。そして無味、まあ炭酸なんで若干酸っぱいのはあるんですけど、これうまいな。うん、うん、これ美味しいわ。ああ、これうまいわ。うまい、これうまいけど、これがね、78円だからいいんですよ。これが88円になった頃には、多分買わないです。うん。普通にそこら辺の炭酸水もね、値下がりしてますから、わざわざトップバリューの炭酸水を88円で買うのか、絶対他のね、なんだ、ウィルキンソンとか多分88円とか普通に売ってますからね。だからこれが78円だからこそ買うんであって、これが88円だったらもう即買わなくなります、俺は。うん。これは間違いないでしょ。だから、うん、サイトに載ってた88円っていうのが、ね、果たして、どうなのかというのが、まあ問題ですけど。
まあ、少なくともこれに関しては普通に美味しい、うん、問題ないっていうレベルですね、うん、問題ないっていうか、うん、もう完璧、値段よし、炭酸の強さよし、味よしということで、これはまあね、完璧でしょう、5つ星、うん、まあこれで、終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。